というわけで、まあ知らない人もいるかもしれないからね、説明しときます。俺が未確認生物とか捕獲しに行ったりするような時に一緒に、遊びに行ったミステリー友達です。どうもミステリー友達の田村、まあ、ミステリー友達とこういう場所に来たっていうことは、今日も心霊スポットです。で、有名なところなんですよ。青梅市にある旧吹上トンネル、これすごい有名なところなんで、多分来たこともある人もある人もいると思います。ちょっとね、行ってみましょうか。旧吹上トンネルすぐなんで、この旧吹上トンネルは結局予定が出るっていう噂がありますね。でも割と前回行ったトンネルよりは補強されてるんだよね。あるけど、これがただ旧吹上トンネルだ。これ旧旧じゃないか。なんかそっちの方がやばいかもしれない。そこの旧旧吹上トンネルは近くで殺人事件。時期なんで、時期関係ないですね。有名なところなんで、ミステリー友達に会いましたね。大きなお友達に大きなお友達に、で、その方にちょっと俺、旧旧の方は行ったことないんで、旧旧トンネルの場所も聞いたんで、とりあえずまずこの旧トンネルを通って白い女性を探して、その後旧旧トンネルで、水面犬出ないよ。違うの、水面犬は出ない。違うの、あとまた楽しいんじゃねえか。いや、おっかねえけど、まだ前回よりは、塩だけ置いてるわけねえよ。でもさ、広めるために塩使ってゴミを捨てていく勇気。Thank you.
やばいね。トンネルに慣れちゃって面白くなくなってきちゃった。心霊スポットに行く際は近隣の住民の方に迷惑がかからないように静かにしましょう。ちょっと説得力ないけど静かにしましょうね。あいつ一人で暗闇に消えてったけど引き寄せられてるよね。何かに怖いぞ。え、僕あの暗闇に入ってったのすごくない？一人で行ったの。ちょっと待って、マジか。人いたぞ。本当に人いた、人いた。こんなとこ人が来てんだと思ったもん。さっき、さっき、あ、さっき見てたやつ。おう。え、マジで来てる？でも、こう曲がるよね。人が来てたぞ。本当に？うん。え、マジで来てる？いや、本当に普通に人だったよ。あ、そこ？うん。違う？うん。影も見えた。普通に人なんだと思った。え、マジで言ってんの？いや、ちょっと本当に怖いんだけど、マジで言ってんの？本当？うん。え、こんなとこ人走んのって思ったんだよ、俺。一人で走ってるから。あれ？あれ？無理だよ。これ、ね、これだよ。これがトイレ。それだ。これ？これ奥？これだね。左行ってみて。行ってみて。トンネルがあるかどうか見てきて。痛いとこだねこれ。え、ちょっと待って、本当に見てる？見た？見た？足音は？足音聞こえたでしょ？だったったった。でしょ？うん、そっちなんだ。え、怖っ。マジで言ってんの？でもどこにいんのも怖いんだけど、マジで言ってる？え、本当に言ってる？え、アブリスク飲んじゃった。ある？サバみたいな。じゃあ、ちげえじゃん。違うと思う。全然ちげえじゃん。やっぱ足音聞いたって。本当？ここだよ、ここ。ここでここ走ったんでしょ？そう。で、だから影が見えてた、あのライトで。影がもうあるから、俺本当に普通に人なんだと思った。で、降りてくの見てないの？登ってくるんですか？見てない。ちょっとなんかすごい嫌だった。うわぁ、すげえ、取っとけよかった、俺、あれ人。取ってない。嘘くせぇ。取ってない。嘘くせぇ。マジなんだけどな、嘘くせぇ。説明できねぇ。そっちから見たの。俺はアパートから。おう。あ、人いるわ。人って言ってるよね。言ってたよね。人に会ってない。会ってない、会ってない。本当に会ってない。多分女の人だよ。本当に、うん、慣れてこの時間あるの。ただ白い服ではない。そうだよね。一人でいるのおかしいよな。こんな場所な。新吹き上げトンネルがあるのにこんな場所一人で走ってんのおかしいよな。急に立ち止まったもんね。立ち止まってた。それね、俺多分ね、あの、あいつら置いてくるんだろうなって。違う違う違う。俺それを人を見てびっくりした。怖いからフリスク食べよう。それでマジだけだから。
マジ出せんだけどビビってるみたいじゃん俺。いやビビってるよちょっと。俺ビビってるみたいじゃん、マジ出せんだけど。マジで心霊スポットをぶっ壊す。ぶっ壊す。自分に勇気を与えてるのが一番ダサいっていう、ね。消えたってこと？ある。どれか？人ならざるものか。ある。ある。長くだね。もうちょい行ったら危ない。え？違う？何？あれ？どういうこと？何？あ、あれだ。トンネルある。あった。これ怖くない？マジで言ってる。ねえ、もう本当にしねえよお前。お前が地獄くれんなれお前。幻じゃねえから。多分木と木の間が入り口に見えたよね。見えただよね多分ね。奥に赤いなんか門が見えたの。ちょっと赤い門怖お前。見えたんだけど。地獄の門見えてんじゃん。道じゃないこれ。道だね。だよね。うん、じゃあここっぽくない？人工物あるもん。そう。これ人工物だもんね。やっぱ道だもん。最後の脇道だよこれ。このトンネルよりもさっきの人の方が怖いんだよ。トンネル？はい。トンネル？開いてる？ノックしてみる。ノックしてみて。最初の吹上陸道、陣馬専用の造り。それにしても日本の土木技術は素晴らしかった。誰が書いたのか。素晴らしかった。というわけで、来る際はくれぐれも気をつけてください。危ない。場所的にも。そう。もう危ないし、ちょっと気をつけてくださいっていうのが一つと、これはもうでもね、もう嘘っぽくて伝えたくもない、うん、あまり俺、うん、わかんないけど俺は人は見た気がする、うん、し、まあ、カメラやってるやつも足音は聞いてる、うん、あとここを離れ離れたい。帰ります。つないな、あ、普通これだ、うん。
浅っ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。その他リクエストなどもお待ちしております。